社未来文庫。言葉け、ツンツンでモフモフな王子が私のパートナー。これは特別な力がある言葉の話。その言葉はオノマトペって言うんだ。何それ変なのって思った人も聞いたことや使ったことがあるはずだよ。例えば、もしもお菓子が好きなら出来たてのパンケーキをイメージしてみて。ふんわりした生地に甘い蜂蜜がとろーりって広がったらとっても美味しそうでしょ。眠たい時にふかふかのお布団を思い出したらそれだけでうとうとしちゃうかも。美味しそうなふんわりやとろーりも眠くなるふかふかもみんなオノマトペなの。この言葉はあなたの周りや心の中にたくさんあるんだよ。私の名前は小野響。この春から中学生。私は小さい時から本や漫画が好きで、その中のいろんな言葉が気になっていたんだ。少女漫画で好きな人と目が合うシーンに、キュンって文字があるだけでときめいたり、ホラー系なら、ヒューッドロドロー、や、ゾーって言葉だけで怖くなっちゃったり。だけど私はそのせいで、変わった出来事まで引き寄せてしまったみたい。例えば、8歳のある夜、なんとなく空を見上げたら、大きな満月が浮かんでた。あの空にたくさんの星がキラキラ光ったら、もっと綺麗だろうな。そう思ったら、本当に星がキラキラと光り出した。私がいろんな言葉を知るほど、不思議なことが起こるようになった。しかも、私が大きくなるほど、なぜか怖い出来事ばかりが増えていったんだ。ある時には、ピタリと止まっていたブランコが、勝手に、ブラーン、ブラーン、と動き出したり、またある時には、シーンとしていたはずの理科室で、骸骨の模型や実験器具が、カタカタって動き出したり、なんだかいろんな言葉が、あったら嫌だなって思った通りに化けてるみたいで、私はどんどん怖がりになってしまった。いつの間にか私は、怖くなると胸の前で手を合わせて、呪文みたいに気のせいだって唱えるようになった。だけどこの時の私は、まだ幸せだったのかもしれない。だって、もっと怖くて大変な現象が襲ってくるなんて、思っていなかったんだから。小野響と言います。これから皆さんと一緒に楽しい学校生活を送りたいと思っています。よろしくお願いします。よし、大丈夫。今年の春、5月の大型連休に、この海と運河に囲まれた新しい町、夕島に引っ越してきた私にとって、今日は、初めて登校する日。私は明るい朝の通学路を歩きながら、挨拶の言葉を練習していた。3月の引っ越しは混んでて大変なんだってお父さんが言ってたし、しょうがないと思う。だけど最初からこの中学に通ってたら、一人だけで挨拶しなくてよかったのにな。なんて思いながら歩いていると、あの並木の歩道に着いた。実は、昨日人が、スーッと空を飛んでいたり、キラ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 、と誰もいないのに笑い声が聞こえてきたりと、ものすごく怖い体験をした。今はたくさんの人が歩いてる。だけど昨日のことを思い出したら、先に進む勇気が出ない。どうしよう。立ち止まって困っていると、ある言葉を思い出した。お前を怖がらせる現象は、みんな俺が消してみせる。って、怖がっていた私を助けてくれた、背が高くてツンと吊り上がった瞳が印象的な男の子の言葉を。あの時の優しい言葉を思い出しただけで、
不思議なくらい気持ちが軽くなった。行ってみよう。私は覚悟を決めて、一歩二歩ってゆっくり歩いていった。そういえばいくつなんだろう。まさか同じ学年で同じクラスになったりなんてあるわけないよね。あるわけ。あった。先生と一緒に教室に入って席に着くクラスメートを見たら、まさかの顔が目に入った。間違えるはずがない。バランスの取れた顔立ちと鋭い目つき、昨日の男の子だ。本当に同じクラスなんて奇跡みたいな偶然が嬉しくて、私は彼ばかり気にしてた。名前がわかるだけじゃない、同じクラスならたくさん話せるはずだ。あ、彼もこっちを見てる。昨日の子だって思い出してくれてるかな。シャン、小野さん。え、あ、はい。小野さんからもみんなに一言挨拶してくれるかしら。あ、そうだった。なんて言うんだっけ。震える両手を握りしめて自分を落ち着かせる。はじめまして。楽しい学校生活と言います。いきなり間違えた。そしたら頭の中が真っ白になって、他の言葉を忘れてしまった。何も言えず立ってるだけの時間が流れる。私は耐えられなくなってとうとう下を向いてしまった。すごく情けなくて、すごく恥ずかしい。こんな私を見て誰かがにやーって笑ってるんじゃないかな。心配になって恐る恐る顔を上げると、私の目にとんでもない光景が飛び込んできた。本当にクラスメートが私を見て笑っていた。しかも一人や二人なんかじゃない、20人くらいいるクラスメートが口を左右にいっぱい開いてにやーって笑っていたんだ。横を見たら先生までこっちを向いてにやーって笑ってる。私はどうしたらいいのかわからなくて、助けを求めるように教室を見回した。仮面をつけてるみたいににやーって笑う顔の中に違う顔を見つけた。あの男の子だ。クラスの中で彼だけが私をじっと睨みつけている。昨日会ってすぐ目が合った時よりもすごく怖い顔。もしかして怒ってる？男の子は軽いため息をつくと片手で変わった形を作った。人差し指と中指を立てたような不思議な形だ。するとまた不思議なことが起こる。彼の体が銀色に輝いて、教室が強い光に包まれたんだ。眩しくて目を閉じて、次に目を開けたら、教室は元に戻っていた。クラスメートと先生はキョトンとした顔で私を見てるし、男の子の姿も戻ってる。まるで何も起こってなかったみたい。とりあえずほっとしたら、急に疲れてきた。あ、そうだ、自己紹介しなきゃ。小野響と言います。よろしくお願いします。簡単な自己紹介をして頭を下げると、パチパチと拍手の音が響いた。普通に戻った教室の中で、あの男の子だけは私を睨んだままだった。自己紹介が終わって休み時間になっても、体の疲れは取れなかった。すごく緊張してたからって、こんなに疲れるものなのかな。気になるけど、もう少しで初めての授業が始まるし、じっと休んでいよう。なんてことを考えていると、いきなり手をつかまれた。目の前にあの男の子の顔が。小野響、よく聞け。男の子はさっきと同じように
怖い目で私を見下ろしている。今日の放課後、一緒に来い。そんなに大きな声じゃないのに、彼が話すと教室がピタリと静かになった。一瞬ドキッとしたけど、彼の目を見ていたら心配の方が大きくなってくる。それだけ言って、彼は私から離れていった。力が抜けた私は下を向いて、ふーっと大きく息をつく。最初に会った時も怖かったけれど、こんなにツンツンしていなかった。なんでだろう。やっぱり、自己紹介の時に起きた変な出来事のせい？また前を向いたら、今度は近くの席で嬉しそうにホラートークをしていた、ポニーテールの女の子が目の前に立っていた。わあ！な、何？私、マキシマアイカっていうの、よろしくね。マキシマさんはいきなり自己紹介をすると、私に顔を近づけてきた。ねえ、小野さんって何者なの？え？いや、ただの人、だけど。本当に？最初の日にあの狼王子に声をかけられるって、ありえないと思うんだけど。狼王子？そう、大神コウ君のことだよ。今の話で、私はあの男の子が、大神コウって名前だと初めて知った。名字が大神だからってのもあるけど、いつも一人だし、何でもできるし、すごいイケメンだから。一匹狼の狼と、高貴な意味の王子を合わせてそう呼ばれてるの。牧島さんは同じことを何十回も言ったことがあるみたいに、私にスラスラと説明してくれた。やっぱり牧島さんは噂話が好きなタイプの人なんだ。どうしよう。私の苦手なタイプだ。顔をそらすこともできずに困っていたら、突然チャイムの音が鳴った。時間切れか。まあいいや。わからないことがあったら何でも聞いてね。私も小野さんにいろいろ聞きたいし。牧島さんはポニーテールを元気に揺らして席に戻っていく。私はその後ろ姿を憂鬱な気分で見つめていた。学校が終わると、私は大神くんに連れられて、とある広場の前に来た。高層マンションに囲まれたその広場は芝生で覆われてて、アスレチックと滑り台がくっついた大きな遊具がある。なぜかこの広場だけぼんやり光ってるようだった。光はうっすらとした金色に見える。それだけじゃない。広場の周りは立ち入り禁止の看板が立ってて、人が入れないようにロープで囲んである。絶対に何かとんでもないことがあったんだ。よく見ると広場の真ん中の土にポツンと赤い子供サイズの靴がある。なぜか緑色の芝生に半分くらい埋まっている。お前がやったんだろ。少しも想像していなかった言葉をかけられて、私は混乱してしまう。どういうこと？私、何もやってないし。っていうか、何があったの？とぼけるなよ。お前がマノンで音量現象を引き起こしたくせに。マノン？音量現象？全然知らない言葉を聞いて、私はもっと混乱した。この広場の地面は、足を踏み入れた人間がズブズブ沈むようになっている。そのせいで3日前に女の子が被害に遭ったんだ。自分でやっておいて知らないとでも言うつもりか？人間がズブズブ沈む？もう一度広場の真ん中を見る。あの赤い靴ってもしかして、その女の子の靴？小さい女の子が泣きながら地面に沈んでいく姿を想像する。それだけで怖いし、かわいそうだし、目に涙が溜まってくる。大神くんは泣きそうな私に構わず広場を抜くと、2本の指を立てた。あの変わった形は、教室で見たものと同じだ。突然大神くんの体が銀色に光る。その光は広場中に広がると、すぐに消えてしまった。
それと一緒にさっきまであった金色の光も消えていた。何があったんだろう。キョトンとする私をよそに、大神くんは長い足でロープをまたいだ。いいの？そこに行くと沈むんじゃないの？大神くんは私を無視して広場の真ん中に歩いていく。埋まっていた赤い靴を拾い上げてすぐに戻ってきた。警察やレスキュー隊まで出動して女の子を救出するのに5時間もかかったそうだ。その前に俺が気づいていればこんなことにはならなかったんだが。今の大神くんはなんだか疲れているようだった。長い距離を走った後みたいに大きく息をしながら話している。でも女の子が無事でよかった。私はほっとしてロープを越えて大神くんに近づこうとする。そんな私を止めるように大神くんが怒りのこもった声を出した。どうしてこんなことをするんだ。だから違うって。私は何もしてない。教室でマノンを使ったやつを信じられるか。それとも同じ力を持つ仲間がいるのか。仲間？何それ。お前が質問するな。いるのかいないのか、それだけ答えろ。私は何度も首を横に振ったけど大神くんはどこまでも私を疑ってる。それが悲しくて心細くて声が出てこない。それを見た大神くんは私が本当のことを隠してると思ったのか、また怖い声で話しかけてきた。もしかしたらその子は命を落としていたかもしれないんだぞ。それだけじゃない。マノンのせいで夕島は怪奇現象だらけの恐怖の街になってしまった。そんなことをして楽しいか。怪奇現象だらけの恐怖の街。大神くんの言葉を聞いたら気持ち悪い寒さが体中を駆け抜けていった。まるで言葉が化けたみたい。今まで起こった怖い出来事が記憶の底から押し寄せる。それだけじゃない。大神くんが言ってた人がズブズブ沈んでいくイメージまで私の記憶にしっかり刻み込まれてしまった。胸がバクバクと音を立てて体はブルブルと震え出す。溢れる恐怖心を抑えようと私はいつもみたいに胸の前で両手を合わせた。突然体がふっと浮いたような不思議な感じがした。あれ？と驚いているうちに私の前ではとんでもないことが起こっていた。大神くんの体が地面にズブズブと沈み始めている。しまった！やっぱり犯人はお前。は？顔を上げた大神くんは信じられないものを見たように大きな声を出す。それは私も大神くんみたいにズブズブ沈んでいたからだった。キャー！怖い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 ！しかも大神くんの何倍も慌ててる。そりゃ怖いよ。浮いたと思ったら地面が柔らかくなってて体が沈み出したんだから。お前どうして自分のマノンで沈んでるんだ。だからそんなの知らないって。半泣きでもがく私を大神くんが冷静に観察する。まさかそういうことなのか。何かをつぶやいていたけどパニックになってる私の耳にはほとんど入ってこない。大神くんが2本の指を立てると沈んでいた私たちの体がピタリと止まった。大神くんはすぐに地面から抜け出して次に私に手を伸ばす。だけど私は近づく大神くんの目を見るだけでさっきのことを思い出して怖くなった。私は大神くんの手を払って腕に力を込めて地面から抜け出した。おい大丈夫か。大丈夫じゃないよ。こんな嫌なことばかりで大丈夫なわけない。私は大神くんから逃げようと全力で走り出した。だけどなぜだろう、すぐに疲れて
足が思ったように動かない。結局私は逃げるのを諦めて近くのマンションの壁に寄りかかった。待て、尾の響き。大神くんが荒い呼吸をしながら近づいてくる。なぜか大神くんも疲れてるようだ。私は力を振り絞って逃げようとしたけれど、大神くんがスピードを上げて追いかけてきた。彼はすぐに私の目の前に来て、こっちへ右手を伸ばす。どうしよう。あの手がドンってぶつかるだけですごく痛そうだ。私はとっさに目を閉じて祈るようなポーズをとる。激しい音が響いて背中から強い衝撃が伝わってきた。大神くんは壁に手を置いて私の逃げ道を塞ごうとしたらしい。でも今の壁ドンのパワーがすごすぎて、私は逃げるどころかその場に座り込んでしまった。大神くんも自分の手を見て驚いていた。だけどすぐに冷静な表情に戻る。間違いないな。おい、もう怖いことを考えるな。そんなの無理だよ、こんなに怖いのに。じゃあ逆のことを考えろ。面白いこととか可愛いこととかいろいろあるだろ。大神くんがぐっと顔を近づける。私は彼への恐怖を抑えるために必死で違うイメージを重ねようとした。大神っ子くん、狼王子、狼、もこもこ、ふわふわ、もふもふ。突然強い光が大神くんの体を包み込んだ。驚いていると急に目の前がぼんやりしてきた。目の前で光る大神くんの姿が霧に包まれるように消えていく。霧が晴れ、周りを見ても私の他には誰もいない。大神くんはどこ？なんとなく下を見たら足元に意外なものが落ちているのに気がついた。ぬいぐるみだ。銀色の毛に包まれていて見た目は犬の仲間って感じ。どうして理想的なモフモフのさっき心を落ち着かせようとイメージした通りのぬいぐるみがあるんだろう。確かめるようにぬいぐるみを触る。モフ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 。おい、触りすぎだぞ。紛れもなく大神くんの声でぬいぐるみが話しかけてきた。びっくりした私は変な悲鳴を上げてぬいぐるみをポンと投げてしまう。本当に大神くんなの？そうだ。大神くんの声に合わせて短い手足がぴょこぴょこ動く。お前を悩ませてた怪奇現象の正体が分かったぞ。大神くんは地面に転がったまま真面目な声で話しかける。お前の周りで怪奇現象を起こしていたのは尾の響き、お前だ。それを聞いた時頭の中が一瞬真っ白になった。違うよ、だって私にはそんなすごい力なんてないし。気がついてなかったんだよ。俺をこんな姿に変えたのが一番の証拠だ。ことばけ未来文庫で大好評発売中。チャンネル登録よろしくね。